斉藤豊選手に、はい、とんでもないまさにっていうこう辛いっていう表情とか、でも男ですから、はい、そうならないかもしれないですよ。はい、こんにちは。はい、はい、ということで今日はですね、斉藤豊選手とコラボさせていただくということなんですけども、ちょっとドッキリを仕掛けたいと思っておりまして。どんなドッキリですか？今日はですね、あのお寿司屋さんに来させていただいてるんですけども、とんでもない色のわさびをですねこうちょっと食べさせてみて、どういうリアクション取るのか。斉藤豊選手に、はい、とんでもないわさびをっていうこう辛いっていう表情とか、でも男ですから、はい、そうならないかもしれないですよ、もしかしたら。あ、もうそのまま食べちゃう。そのまま、あ、美味しいみたいな。あ、もうそれも通り越すぐらい、もうとんでもない量のわさびをのっけ、あの、やってもらってそれ面白いですね、はい、この鬼チャンネルしか見えない斉藤選手の表情をちょっと今日はお届けできればいいかなと思ってて、そんなお寿司を作っていただける店長の木村さんに、とんでもない量のじゃわさびを、本当にいいんですか？大丈夫ですか？ぜひよろしくお願いします。わかりました。じゃあ、ふわ。仕込みましょうか。え、いいですか？もういいですか？ここで仕込んでもらっちゃって。いや、まだ斉藤選手来てないんで。あ、来てないですか？来た時にちょっと。来た時に。そうですね。こうお寿司を出す感じで。あ、出す感じの。その時にもう中に仕込ましていただいて。わかりました。はいはい、じゃあ、ふわ。ぜひお願いします。いや、悪い顔してますね。悪い顔してますね、皆さん。楽しみですね。楽しみ。はい。では、お迎えに行きたいと思います。はい。では、はい。じゃあ、木村さん、すいません。これ、おぎちゃんの逆ドッキリで行きたいんですね。わかりました。さっき言ってましたけど、はい、おぎちゃんにてんこ盛りのわさび、食べさせたいんですね。わかりました。本人は、あの、斉藤さんにドッキリしてると思ってますけど、実際は自分がやられちゃうということで、どのぐらいの量ですか？すごい量だな、これ結構、これいや、すごい量だな、これ。これどうですか、実際？試したことないです。試したことないぐらいの量ですね。で、ここに何を乗せますか？ウニ、はい、うわ、すごいウニだな。うわ、美味しそうだな、これは。でも美味しいかもしれないですね、これ。ウニがこれだけ乗れば。ね、そしたら悔しいですね。うん、美味しいかもしれないです。ちゃんとわさびが見えないように。全部隠しましょう。ちょっと盛っちゃいましょう。うわ、結構盛り盛りですね。うわ、これはいいな。いや、わかんない。全然わかんないです。いや、悪い顔してるわ、これ。悪い顔してるわ、これ。あ、そうですね、斉藤さんの。木村さん、これ間違いのしてください、本当に、はい、こっちのわさびの方を小木ちゃんに、はい、そうですね、でこっちを、まあ、斉藤さんにということで、はい、本人は全然分かってないんで。わかりました。ちゃんと間違えるにお願いします。上にちょっとだけこう、ああ、うん、いいですね、これ分かりづらいな、これは。ちゃんと分かんないようにね。なりました。ちゃんとお願いします。じゃあどんなリアクションなのか楽しみですね。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、うまいっすね。本当に。ちょっとじゃあ僕トイレ行ってきていいですか？あ、どうぞ。はい。はい。ちょっとすいません。すげえ胸張ってますもんね、今日。すいません。大丈夫、バレてない？大丈夫？多分大丈夫です。大丈夫、多分大丈夫です。作っていただきました。これ、でも見た目全然わかんないですね。こちら、こちら。どっち、どっちがこちらですか？こちらが。え、そっち？こちら斉藤くんが食べるやつで、こちら一緒に僕、ウニ頼むんで、そこで、ちょっと
あいつということです。悪い顔してるわ。なかなか見れない。悪い顔してるわ。なかなかね、見れない顔なんで。いや、これは見れないですね。メンバーシップの人も見れないと思います。見れないと思います。ちょっとどういうリアクションを取るのか、斉藤選手が。いや、でも斉藤選手男ですから、はい、それは大将が握っていただいた寿司をそんな変なリアクション取らないと思いますよ、逆に。確かにそうですね。そう、普通にあ、こういうもんなんだっていう取ると思います。もしかしたら吐き出すかもしれないですそれは大丈夫ですか。まあまあまあ、それ的にはこれ、まあ、リアルドッキリなんで、ちょっとじゃあ取っていきたいと思います。よろしくお願いします。ねえねえねえ、じゃあ飲むよ。飲もうよ。飲もうよ。皆さん、じゃあウニ2つお願いします。はい、さ、お、進むね今日は。うわー、ウニ来た。これ小木ちゃんが頼んでくれた。これ、はい、そうです。僕、一番おすすめの。やばいでしょこれ。これは最高ですから。うわー。三陸産の。うまそう。ちょっとじゃあ行きますか。いいですか。ウニはね、本当。もしよかったら、はい、あ、じゃあ一緒に行きます。一緒に行きますか。はい、じゃあちょんちょんして行きます。まだ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 、一緒にね、一緒に行こうね。いいですか。はい、行きますよ。はい、はい、うん、うまいねうまいねえ、んどっかうまいねー。 え、 え、 えいやいや、普通のウニですよ。やばい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 、普通のウニですよね。ウニがやばいんですか。え、美味しいですよね。いや、美味しいです、美味しい、はい、美味しいですよね。はい、え、いやいや、普通のウニですよね。やばい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 。てってれえ、うそドッキリ、うそ最初は普通にウニ食べただけですけど、はい、めっちゃ美味しかったですけどいや、じゃあ飲もう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 。え、なになに、え、本当に辛いんです。いや、木村さんが間違えただけ。すごい、どういうことですか。木村さんが間違えたんじゃないですか。あんだけ打ち合わせしたのにどういうことですか。木村さんが間違えたんじゃないですか。どういうことですかこれ。木村さん、あんだけ打ち合わせしたのに。え、俺に食べさせるドッキリだったんですか、もしかして。そうです。え、どういうことですかこれは。どういうことなんですかこれは。斉藤さんにドッキリすると仕掛けて思わせてあなたに。私はそりゃそうでしょ。斉藤さんにそんなわさびウニなんか食べせられないですよ、そんなの。マジ危ねえ。無理だよ、そんな。斉藤さんにはできないよ、そんなこと。あら、これ危ねえ。本当に辛い。すごい辛い。でも全然やっぱ良質なウニだからかね。そういうことですか。あんまり、あんまりリアクションが。木村さん結構盛りましたよね。結構盛りましたよね。おかしいな。いや、結構盛りましたよ。それはリアクションが良くないんですか。なんか薄い。薄いってことですか。でもリアルドッキリって感じ。リアクションが薄い。結構盛りましたよね。え？いや、完全に私は美味しいウニを食べる。確かに確かに確かに。頭でいましたから。なんかこれやっぱリアルなのかな。そういうことですか。涙出てますから。いやいや、出てないですよね。すごい出てます。え、すごい出てますけど、ね、全部食べれました。普通に全然食べれなかったです。あれ、でも食べましたよね。食べましたけどなんかどういうことですか。だからちょっと微妙、これちょっと微妙な感じ。ちょっとすいません、なんかこれどういうことですか。すいません、なんか本当に、はい、本当は本当はさすがに食べさせたかったんですけど、はい、食べさそうと思ってたんですけど、それ僕が食べる手だったんだけど、はい、小木さんに食べさせるという、そういうドッキリだったんですよ。これ斉藤君は知ってたんですか。いや、わかんないです。あの、俺は普通に、これ青森さんが考えました。青森さんが、ファどういうことですか、青森さん。どういうことですか、青森さん。小木ちゃんの逆ドッキリでいきたいんですね。小木ちゃんにてんこ盛りのわさび
食べさせたいんですね。本人は斉藤さんにドッキリしてると思ってますけど、実際は自分がやられちゃうということで。でもなんか意外といけましたね。ちょっとリアクション食べれましたね。じゃこれはリアルな。涙出てますけど。いや出てないです。完全に涙出てる。いや出てないですけど。ちょっと出てます。青か。ちょっとなんかやっぱ意外となんか騙されましたね。なんかちょっとリアクションがちょっと微妙だったな。いや酔っ払うとなんか、うん、厳しいです。なんかちょっと終わらないですね。だいぶまとまった感があるんですけど、あそこで落として欲しかったんですけど。そうですね。はいはいはい。騙されたってことですか、僕が。まあそうですけど、あんまりなんか微妙でしたね。まあ、終わらないやつこれ。終わらないやつですか。伸びるかどうかちょっとわかんない。サブチャン案件かもしれないですね。ファン。ファン。じゃあそういう感じですね。そういう感じ。じゃあまた第2弾あれば。またじゃあ第2ということで。ありがとうございました。佐藤さんもなんかお店になんかドッキリみたいなのあればぜひ。はい、ちょっと裏で相談させていただきます。そうですね、裏でね。はい、じゃあ 裏、はい、裏の裏ライン的なね感じで。はい、はい、次は石渡さんにドッキリですか。いやそれはちょっと気味ですか。ファって感じ。それは練りましょう。じゃあちょっとヒムって感じ。ヒムっていうギャって感じ。はい、そうです。じゃあそんな感じで、そんな感じで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。